はい、こんにちは。ひかりです。今回は、昨日、こちらね、ハードオフで、リモコン付きで、540円で購入してきた、ジャンクのベータデッキ。片番がね、SLF3 っていうやつなんですよね。ここに書いてあるんだけど。うん。ちょっと待って、これシールがついてる。よいしょ、そう。 SLF さんっていうのは割とね、有名っていうか、そんなにマイナーな機種じゃなかったので、ネット調べたら、いくつかね、なんか、紹介動画とかね、分解修理動画みたいな、動画じゃないな、あの、ブログかうん、が出てきました。で軽受け見たんだけど、いまいちまだね、分かってなくて、ゴムベルトが中に一個でかいのがあるっていうのは分かったんだけど、それ以外がいま一つ、まあ、まだね、調べてなくて、自分で見た限りね、音声出力がなんか、ライン出力なんですよね。だから赤白ケーブルじゃないっていうので、 ちょっと音声は今日はね、もしかしたら聞けないと思うんだけど、ただジャンクリューが、まあ、リモコン付きでまず540円ってめっちゃ安いんだけど、多少ね、こう、こんな感じでなんか謎の汚れあるんだけど、こういうのは取るからね、あとね。治ったらね。これね、ジャンクリューが、テープ飲み込みませんなん。だいたい飲み込んで出てこないのはあるんだけど、飲み込みませんなんだよね。ただ電源入りましたっていうことで、通電はするらしいんだよね。ということで、まあ、今回やっていきたいと思います。まあ、まずはね、どうしようか。テープね、 一応ね、あんま使いたくないんだけど、ハードオフで100円で買ってきた、この落語物語と時の旅人。このね、2本しかちょっと今んところ手元にあるかな、こ,こに。いくつかあったかもしんないけど、とりあえずこれしかなくて、あとはね、なんか映像が入ってない、録画するようなやつしかないんだよね。ちなみに、8ミリビデオとかのを、このね、外部入力から入れて、ベータテープにね、なんかダビングすることはできるみたいなんですよ。うん。 だから、新品のベータテープ結構ハードフで、ちょっと高いんだけど、300円とか500円で売ってるから、それ買ってきて、8ミリビデオとかさ、VHS とかさ、なんか特殊なやつとかなんか、ね、ベータテープにしたいと思います。でも外部入力どうなんだろう、これ。これ1個しかないけど、これ映像しか入れられないのかな。でもどっかで音声も入れられるよね。そしたら VHS とかも入れられるのかな。 DVD とかも入れられたら逆にすごいよね。ブルーレイとか。ブルーレイはどうなのかわかんないけど。ベータテープっていうのはこれですね。今回はちょっと落語物語をね、使うんですけど。こういうね、VHS よりちょっとちっちゃいテープなんですよね。うん。これね、ちょっと使いたくないんだけどね。もう映像、本当はね、これ買った時に、あの他にもね、ホラー系のね、 俺が見たくないホラーとかグロイ系のベータテープが入ってたんですよ。それをさ、あもうね、壊れてもいいように100円だったし買っとけよかったかなと思ってるんだけど、まあしょうがない。まあ、じゃ、とりあえず通電するかコンセント挿してみます。おいしょ。おいしょ、おいしょ。コンセントが遠いな。おいしょ、おいしょ。いきまーす。カチリ。でも通電はね、するって書いてあったんだよね。 あ、リモコンの電源入れてねや。あ、電池入れてないや。ちょっとリモコンはちょっと今回、あの、確かめないです。電池入れてない。あ、通電してますね。12時。電源オン。ついた。ほら。で何の時間ね。ちょっと入れてみるね。まあ、まだテレビに出力とかしてないんだけど。あれ飲み込んだよ あれ出てきたよあれじゃああじゃあ再生できないのかなどうなんだろうちょっと映像ケーブルをつないでみようかな映像のケーブルをちょっとつないでみますえっと赤白ケーブルじゃなくて映像だけちょっと今回使うねここにあるんだけどちょっと片手だからちょっとあれなんだけど映像のケーブルをこれね 黄色か、映像は。この裏のとこにね。ここがね、これがね、映像で、これが音声のライン出力なんだよね。ライン出力を赤白に変換するやつとか売ってるんだけど、今回は違うから。よいしょ。よいしょ。よいしょ。よし。いけた。で、ちょ、テレビの方にも、ある程度向いといた方がいいかな。こんな感じにしとこうか。テレビの電源オンにして、 よし、やってみるね。どうだろう。あ、ビデオ入力ちゃんとなってるね。ほら。こうなってる。これ、テレビ、ベータの電源消してみるよ。そうすると、ほら、ちゃんと出力されてんじゃん。じゃあちょっと、まあ、この、ここだけ見えればいいよね。あんま全部映しちゃうとね、著作権もあるかもしれないので。じゃあちょっと、リモコン、じゃなくて、 ラッコ光の方入れてみたいと思います。あ、でも嫌な音してるな。ちょっとギアが壊れてんじゃないのあ、飲み込めません。本当だ。返却されてきました。もう一回。再生をしてみた。強引に。ああ。なんでだろう。 リセットして。うーんーと、これなんで、録画でしょビデオ、録画効果違うな。音質圧低くなってるけど、マイク音、マイクと、マイクか。マイクと音声入力。マイクか。で、なんか、自分で入れられるのかなうーん。ちょっともう一回やってみるね。で、再生。 ちょっともう一回やってみるほんとは飲み込いませんっていうのは一回入るけど再生しないっていうか再生しないで返されちゃうんだあれおかしいなおかしいなっていうかまあそうなんだけどあちゃんと入ってないのかな多分ね こう、こうやって入ってガサンってなるんじゃないそこにガサンってなるためにはゴムベルトが緩んでると途中までしかいけないんだよ。ほんでガサンってなるにはゴムベルトがきつくなきゃいけないんだけど、それが緩んでるっていうね、前ね、カセットプレイヤーでそういう症状があったんだよ。だらここら辺のゴムベルトのなんか一個あって、それが、ね、緩んでるとかの可能性もある。前そういうのがあったん、カセットで。俺それで直したことあるから。そうかもしれない。 い,い,いきそうでいきそうでいかないね君この一時停止ボタンが押しっぱなしになってる大丈夫もう一回ただ映像出力されてるんだよねこのウィーってなってるからねうーん、まあ、特にテープが傷んだりはしてないな入れたからって ほんと本カだ。カシャンってなってないいくよこうやってこうほらカサンってなったいくよ再生ほら再生されたまあこれはねヘッドがあの汚いからしょうがないと思うんだけどヘッドは後であとでなんとかするわだから今指で押したじゃんそうすると入るんだよ 多分出てこないと思うんだけどな。多分ね、出てこないと思う。なぜかっていうと、あの出るためのもうゴムベルトの力がないから。まあいいんだよ。分解してあげるからいいんだけど。逆停止して。よいしょ。 一回出したいけどな。まあ、意見は出さなくても。あの中のね、ギアをね、指でこう回せば出るんだけど。あとね、あんまやっちゃうとね、あのね、テープ自体が汚れちゃうじゃん。今、再生できたじゃん。でも、映像が乱れてたってことは、ヘッドをきれいにしなきゃいけないし、てか全体的に、多分、中のホコリは取らなきゃいけないと思うんだよね。うん。だからちょっと、と言われたいと思います。はい。まあ、ということで、なんか、前のカセットプレイヤーとかさ、どれだっけ なんか、もう、壊れてたやつとかはさ、電源すら入んなかったりとか、ハードフーのジャンキでもこういうね、電源すら入んないんですよね。通電すらしないやつが多いから、これは可能性がかなりありますね。よかった。で、リモコンなんだけど、これね、結構出回ってる機種らしいんだよね。このベータテープの、このデッキ。この SL、えぇ、F3 ってやつ。うん。だから、もしこれ見つけたら、見つける前だとしてもさ、このリモコン見といて。この RMT114。これベータってマークあるからわかりやすいけど、 これだけ先に100円とか200円とか300円とかでゲットしとけば、本体だけの場合でも軽く買えるし、うん。本体だ、これね、何個か見たことあると思うんだよね、多分、ハードオフでも。だから、リモコンこれもしかよかったらね、コーナーにあったら買っとくといいと思います。ベータはね、今人気ない、なんか一時なんかすごい高く売れた時期があったって書いてあったんだけど、だから人気があった時期もあったっぽいんだけど、今は多分ないと思うんだよね、そんなに。なぜかっていうと、ハードオフが最近どんどん出してくるのが安いんで、はい。 あとは、ライン出力か。ライン出力問題は、ま、アマゾン使っちゃえば簡単なんだけど、あの、変換ケーブル使っちゃえば楽なんだけど、うん。ちょっと、ハードオフで探したいなと思います。はい。まずはね、あの、音声を、あともかく、映像が見れるようにしたいんで、まずはこのテープをすくい出して、そんで、えー、さっき指で押さえつけたじゃん。押さえつけるために多分、ゴムベルトがなんかがバンって行けなきゃいけないから、そのゴムベルトを交換して、 で、ヘッドを、あの、ビデオテープの同じやり方で、綺麗にしたいと思います。これで一応準備完璧っていうか、OK かな。その後に、まあ、リモコンの動作チェックして、えっ、ー、と、ね完全に直って、そのね、映像出力できるぐらいあ、音声も確認できたら、この辺の汚れ。 汚れは多分特殊なクリーナーをちょっとね、あの、探してくるんで、こういう専門の、それをね、ちょっと使って、クリーニング全体的にしたいと思います。まあ、最初に、まずは、開けてあ、中がね、意外とね、機械がめっちゃ詰まってるっていうのを教えてもらったんですよ、コメントで。うん。で、実際画像を見たらね、中結構機械が詰まってるんで、ホコリとかもあると思うんで、まあ、手で掃除するのはきりないんで、あの、エアのね、ブラ、あの、エアの、なんか、エアガンじゃなくて、なんつうの,の、エアのスプレーがあるんじゃん、この、ブーってやつ。 うん。あれがあるんで、それでブワーってね、もう空気で、ホコリを吹っ飛ばしてから、作業にかかりたいと思います。はい。ということで今回はね、ハードオフ500円、リモコン付き通電オッケー、テープ飲み込みませんをね、ジャンク、えー、品のね、動作チェックをしてみました。まあ、こんな感じなんで皆さんもね、ベータテープ、ベータデッキね、あのね、ちょっと今回見た目が悪いからね、あれなんだけど、見た目が悪いのは基本的に壊れてる可能性が高かったり、壊れてる症状も悪い場合が多いから、 本当はこんな見た目のあんま買わない方がいいんだよね。今回は大丈夫だったけど、できればね、見た目が綺麗だったら割とジャンクでも治る可能性があるんで、ぜひね、はい。皆さんもベータテープ興味を持ってください。ベータデッキ。テープとかあるんで。ハードオフとかでね、3安くても安、安かったら50円とか100円で売ってるし、高くても300円とかでジャンクコーナーにあると結構あるんで、結構っていうか、まあ1ヶ月に1回あるかないかぐらいだけど、あるんで、ぜひ、えー、興味持ってください。 最悪なんだけど、この LINE 入力があるから、LINE 入,入力じゃないや、映像入力。ベータの何も入ってない録画用の新品のテープだけはよく売ってるんで、この、こういうのはあんま売ってない時あるんだけど、売ってない時が多いんだけど、この、何、映像入力があるんで、録画用のやつを買ってきて、VHS とかそういう8ミリとかそういうやつからさ、こう入れてみてもいいと思います。はい。これに、ね、確かにない時はないからね、テープ。 うん。俺もそんなに数持ってない。この二つと、あとね、なんだっけなんか持ってた気がするんだけど。そう。ちょっと今、あとなんかあったっけなんかあった。あと一本か二本かあったかと思うんだけど。でもね、そんなにないんで。うん。録画用のテープはね、結構持ってるんですよ。一本100円の時に大量買い、大量買いでもないけど、6本買ったのかな。だからベータの録画用のやつは、一本100円だったら絶対買いです。相場が一本300円くらいかな、だいうん。200円でも買いかなと思いますね。 まぁちょっとテープは後で作り出そうかな。おし。あとは外磨いて。うん。な感じで皆さんどうでしたかね。はい。まぁ、あ、よかったら、えー、買ってください。はい、ということでね。え、どうしようかな Amazon リンク何やろうかな今回。なんか、もうベータ今実際売ってないし。うん、Amazon ではね。まぁ、あ、そもそも Amazon でベータ買えなくもないかもしれないけど、せっかくなら皆さんにはね、安くハードオフで買ってほしいんで。うん。あと、家にベータテープあるよって方はね。あの、ゴミで捨て,捨てないで、あの、いらなかったらね。 いらなかったらハードフェにちゃんと持ってってあげてください。どんなに壊れててもね、あの、買い取り、50円ぐらいで買い取ってくれると思うんで、安くてもね。捨てるとお金かかるじゃないですか。うん。そんな感じで、いいですね、ベータ。素敵。僕ね、このね、ベータのこのマーク大好きなんですよ。はい。VHS も大好きだけど、やっぱりベータの方がやっぱ、なんかマニアックな感じがして、好きですね。はい。じゃあ、そういうことでまたお会いしましょう。バイバーイ。